こんにちは。ちょっと腹が痛くてね、午後からパフォーマンスが全然出ないですね。まあちょっとだいぶ楽になってきたんですけども、今日はこれでなんかパーになりそうな雰囲気でございます。なんか億万長者合宿に参加したらどうこうっていうのがありましたけども、あれからどうされてるんですかね、その方はね。もうなんかね、これをしなければならないっていうのは別に人生ではないと思うんですけども、まあ、振り返った時にこの1年これに打ち込んできたなとか、この3年どう考えてもこれをめちゃくちゃやってきたなっていう風な結果が残せるものに日々フォーカスしてたかっていうとね、自信を持ってこうだって言える人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。まあだからどこにもたどり着かなかったりするんでしょうけどね。なんとなく1日が終わって朝目が覚めて夜になったら寝るみたいな、まあ石器時代ならそれで良かったのかもしれませんけども、まあ、少なくともね、どっかへ向かうためには、まあ、自分で何かを編み出さなくちゃいけないなっていう時に腹が痛いんじゃね、ちょっと何もできないですよね。なんか天からお金が降ってくるんだったらいいんですけども、天から降ってくるのは雨か槍ぐらいのもんで、なかなか前に進まないなってことでございます。で、ほっといてもね、請求書が届くんですよ、これ。次から次へとね。今回はこれ三井住友銀行からも来てますね。何なんでしょうね、よう分かるんですけど、何だろうねこれね、まあ何でもいいかって感じですけども。いやそれで何でしょうね、結果は分かんないですよ。でも少なくとも結果に向かわないんだったらどこにも向かわないかなと。億万長者合宿に参加すれば確実に億万長者になれるとは言わないけども、そういった稼ぐための集いに参加せずに自ら稼ぐのは非常に難しいのかなと思いますよね。まあ、少なくともたった自分一人で何かをやって短期間で1億とか2億とかってね、たどり着いた人っていうのは全く違う景色を見て全く違う作業をしてきたと思いますので、その全く違う道を歩くってこと、もしくはそこで見えた景色を聞くってことは大事なんじゃないかなと。少なくとも工場勤務をしてとかコンビニ勤務とかをして貯金が1億っていうのはないと思うんでね。やっぱりこう、まあ、堀江さんのロケット事業でもないですけども、じゃあロケットにかかるコストをどうやって稼ぐのかなと思ったら、間違いなくどっかの正社員を一生懸命目指して面接を受けたりとかね、履歴書を書いてるのとは違うと思いますよね。まあそういうとこじゃないですかね。どの道を歩むかによって行き先が変わるということかなと思いますね。ということで道で行きましょうか。